こんにちは、粟田洋介です。人から愛される作品作りがしたい、そう考えた時に作品作りっていうのと人間関係っていうのは似てる、もしくは同じなんじゃないかなと思いました。人に喜んでもらえる、楽しんでもらえる作品を作るには人から愛されるコミュニケーションの方法っていうのが役に立つんじゃないかと思って、ちょっとそれを考えてみることにしました。人に喜んでもらえる、楽しんでもらえる作品を作るには人から愛されるコミュニケーションの方法を参考にできるんじゃないかと思いました。なぜならアートはノンバーバルコミュニケーション、まあ言葉を使わない一種の人とのコミュニケーションだからです。私はそれほどコミュニケーション能力が高くないと自分で思ってるので、皆様の方が人間関係についてお詳しいと思うんですが、ちょっと人付き合いの方法みたいのを例に挙げてみて、それと作品作りっていうのを比較して、作品作りでどうしたらいいのかなっていうことを考えてみようと思います。もしも私と同じように人とのコミュニケーションがあんまり得意じゃないとか苦手だという方も、言葉のいらない作品作りを通してのコミュニケーションだったらうまくいくかもしれませんよね。人間関係においてもうほんと多くの方から愛されている素晴らしい方っていうのがいらっしゃると思います。しかしそんな方でもある一部の人から嫌われたりとか妬まれたりとかしていることもあるんじゃないかと思います。何が言いたいかっていうと、全ての人から好かれるっていうのは不可能なことだと思います。全ての人から好かれようとすると人間関係がうまくいかない場合もあると思います。そして何よりも自分自身のストレスになることもあると思います。まあ全ての人に平等に親切にするとか、そういったことはできるかもしれませんが、全ての人から愛されなければならないということで何か無理をするっていうのが良くないということです。アート作品も同じで、多くの人から愛される作品っていうのもあると思うんですが、全ての人から愛される作品っていうのはないと思います。例えば多くの人から愛される印象派みたいな作品ですね。確かに印象派が好きな人は多いと思うんですが、中にはもうこんなありふれたものはつまらない、もっと違う刺激が欲しい、だから好きじゃない、そういうふうに思う人もいます。だから人間関係にしろ自分の作品にしろ、全ての人から愛されようとする必要はないということです。なぜならそれは不可能なことだし無駄な努力だと私は思っているからです。ということで、人に合わせすぎないという話をしたいと思います。人付き合いでも適度に人に合わせることによって良好な人間関係が得られることも多いと思います。だけど人に合わせすぎて自己主張もしない、そんな風になってくると良好な人間関係は難しくなってくると思います。作品作りも同じで、人に合わせる、今夏だったら夏をテーマに作品を作ってみる。例えば夏なんだけどちょっと涼しい感じの表現をすると、その作品を見ることによってちょっと涼しい感じがして心地がいいとかですね、まあ人に心地よくなっていただこうと思ってそういう作品を作ってみた。まあそれは適度に人に合わせるということですよね。そしてその夏の涼しさを自分の作風で、自分らしい表現方法で描いてみる。それは適度な自己主張です。それが人との会話だったら、自分はお酒飲めないんだけどみんなお酒を飲みに行きましょうって盛り上がってるから、本当は飲めないくせに僕もお酒が好きですとか言って飲めないお酒を飲んで気持ち悪くなって倒れちゃったら、自分も辛いし一緒に行った人も気を使っちゃいますよね。そんなことなら最初から僕はお酒を飲めないので飲みには行きませんとか、行ったとしてもアルコールのないものを飲みますって言ってちゃんと自己主張をすれば人間関係は良好になるわけですよね。お酒を飲めない人とお酒を一緒に飲みに行った時に、一人だけソフトドリンクを飲んでたとしても、それはその人の個性だし、そうなると一緒にお酒を飲むっていうことにみんなフォーカスしないで、例えばその場で楽しむとか会話をするとか、そういった感じでその人の個性を楽しむんじゃないかと思います。作品にしても、ああ自分の好きなトピックで描かれているこの作家の作風、この作家の個性がすごく面白い、そんな感じで自己主張するところはされている作品っていうのは人に愛されるんじゃないかと思います。そしてもちろん全ての人に喜ばれることはないでしょうけど、それでいいんだと思います。お酒が飲めない人と一緒にお酒を飲んで、なんだこいつは酒も飲めないのか、
つまらねえとか言って怒る人もいると思うんですけど、すべての人から好かれるっていうのは不可能なので、気にすることは全然ないと思います。適度に合わせて自己主張するところは自己主張する。そうすることによって人間関係は良好になる。作品も人から喜んでもらえる。そう言ったんですが、どんなに自分勝手に振る舞っても人気者な人っていうのはいると思います。例えば作品作りでもう自分勝手な作品を作っちゃった。でもその作品が人気の作品になったっていうこともあると思います。人間関係でも特に気を使ってるわけでもないし、人に合わせないで好き勝手なことを話してても楽しく一緒にいてくれる友達っていうのがいたりします。私の場合はそういった素晴らしい人たちと良好な人間関係を長く保ちたいので、気を使うところでは気を使っています。まあ作品っていうのは単発なものですから、この作品があってこの作品があってこの作品があって全部自分勝手に表現されてるんだけど、この作品はいいけどこの作品は嫌だ、でもこの作品はいいみたいな感じで全部の作品を気に入ってもらう必要はないわけですよね。まあ人間関係で自分勝手に振る舞うと楽しいやつなんだけど、こういう振る舞いする時のこいつは好きじゃない、まあこの作品はいいけどこの作品は嫌いみたいな、そんで一つの振る舞いとか一つの表現がその人にとってすごく嫌だった場合は、他の良かった振る舞いとか他の良かった作品っていうのも嫌いになっちゃう場合もあると思います。だから私の場合は人間関係では勝手な振る舞いばかりをすることは控えています。発表する作品でもちょっと気をつけてることはあります。でもいつも自分勝手に行きたいんだ、自分は自由に包み隠さず表現したいんだ、それもありだと思います。だから私はどうしたらいいのかっていう答えは一つじゃないと思ってるし、その答えはわからないし、答えっていうのはあなた自身が決めていいことだと思います。例えば絵を描くときに自分の好きなモチーフとかテーマっていうのがあると思います。そして人と話をするときも自分の好きなトピックっていうのがあると思います。そして同じようにそのトピックでお話をするのが好きな人と話をするとすごく話があって楽しいことが多いと思います。アート作品の場合も、例えば猫の絵を描くのが好きだったら猫モチーフの作品が好きな人が喜んで見てくださると思います。でも同じモチーフでも表現の仕方次第で好きな作品にもなれば、まあまあの作品にもなるかもしれないし、嫌いな作品にもなるかもしれません。例えば会話だったら車が好きな人同士でお話をしてたとします。同じような価値観で同じようなタイプの車が好きで、この車かっこいいよね、この間も車で山道を走っててすごく楽しかったとか、そういう価値観が同じだったら会話が楽しいかもしれません。その作品のモチーフと表現方法が気に入ったみたいな感じでですね。でも同じ車が好きな人同士でも、片方は車の見た目が好きで片方は車の機能とかエンジニア的なことに興味があった場合に、片方の人がこの車は何気筒でエンジンがどうのこうのでとかって話をされても、車の見た目が好きな人はわけがわからないし興味もないから、同じ車の話をしてても疲れるだけかもしれません。そして車の機械的な性能だけに興味があって、車の見た目なんてどうでもいいって思う人にとっては、このボンネットの形がどうのこうのとかライトの形がかっこいいとか言われても退屈しちゃう場合もあるかもしれません。まあ両方好きで話が盛り上がる場合もあるかもしれませんけど、これはただの例え話で、同じトピックでもそのトピックの中の違うことに興味があった場合は、共通の好きなトピックでも楽しくないっていうことですね。絵のモチーフの選択は良かったんだけど、例えば車の絵が描かれてるのはいいんだけど、この車の描き方が好きじゃない、表現方法が好きじゃないみたいな場合もあるし、車の絵っていうのも最高だしこの表現方法が大好きだってなる場合もあると思います。ただ車の見た目が好きな人でも、クラシックカーが好きな人と最新式の新しい車が好きな人、そういった場合も趣向が合わないから共感できなくてつまらないっていう場合もあるかもしれないし、逆にクラシックカーが好きで最新の車が好きじゃなかった、そんな人が最新式の車が好きな人とお話をすることによって、最新の式の車も悪くないなって思うかもしれないし、最新の車が好きでクラシックカーが好きじゃなかった人も、クラシックカーが好きな人の話を聞いてクラシックカーの魅力に気づいて両方好きになる場合っていうのもあると思います。
アート作品っていうのもなんかこういうの好きじゃなかったんだけど、よくよく見ると面白いな、そういった感じで何かをきっかけに興味がなかったことに後で興味が湧いてくるっていう場合もあると思います。また興味がなかったテーマ、モチーフ、そういったものも表現方法によって楽しく鑑賞できるっていう場合もあると思います。私は猫の絵を多く描いているので、私の作品を楽しんでくださる方は大体猫好きだと思います。そして展示会とかで私の作品を眺めている人たちに話しかけるときに、猫がお好きなんですかって聞くことが結構あります。そして大体猫を飼ってる人だったとか、前猫を飼っていたとか、猫を今飼えないんだけど猫が好きとかね、そういう話になる場合があります。ですが稀に猫が好きじゃないっていう人も作品を楽しんでくださる場合もあります。猫は好きじゃないんだけどこの絵がいいなと思ってみたいな感じで言っていただくと、私の表現を褒めていただいているということになるのですごく嬉しかったりします。でも中には猫は好きなんだけど私の絵は好きじゃないっていう人もたくさんいると思います。まあそれはね、さっきも言ったように全ての人から好かれることは不可能だからしょうがないなと思っています。そしてそれは私が表現したいようにした結果なので、それでいいんだと思っています。一部の人から好かれなかったってことよりも、自分の描きたい絵が描けたっていうことの方が大事だと私は思っています。人間関係でも自己主張するところはして、そのことによって私を嫌いになる人から無理に好かれようとするっていうのは、私自身として生きている意味がないということだと思います。すなわち自分の個性を全然表現しないんであれば作品を作る意味はないと私は思っています。もし自分の個性を全然出さないで何か作ったとしても、それによって得られることっていうのは、もしその作品が売れたら私にお金が入ってくるっていうことだけで、まあそれはそれで必要なことなんですが、自分自身が評価されたっていう喜びは全然得られないと思います。自分が全然興味のないトピックの話をしてたとします。例えば政治の話が大嫌いな人がいるとして、何々政策とか、あとは何々政権とか、そんな話をされてもなんて答えていいのかわからないし、もう全然楽しくないと思います。だけどもしも無理して、ああなんとか政権ですね、それはこうこうこうですねって感じで興味のないことを無理して話してると、楽しくなる場合もあるかもしれないんだけど、もう無理して無理してつまらないつまらない、だけどこんな話を楽しいふりをして話そう、もしかするとそうしなければならない状況もあるかもしれないけど、そんな時の自分の顔を見たら多分生き生きしてないと思うし、目が死んでるかもしれません。そして自分の個性を全然表現しない作品を作ってる時の自分の顔は、まさにそんな生き生きしてない死んだ顔をしているかもしれません。そんなつまらない顔をして一緒に会話をしていても、相手だってつまらないし楽しくないと思います。でももしかすると相手の顔色なんか気がつかないで会話を続ける人もいるかもしれません。作品もそんな生き生きしてない自分の個性を出せない作品をいいなぁと思う人もいるかもしれません。だけど自分が人として、アーティストとして自分自身を全然表現しないことによって、目に輝きもない死んだような目をして、心も魂も生き生きとしていない、もう輝きのない目と同じような状態になってしまうと思います。それがいいか悪いかは人それぞれだと思うので、私はどうしなければならないとかはわからないんですが、私自身はそんなの嫌です。人に合わせすぎる、そして自己主張をしなさすぎるっていうのは、心の健康上にすごくいけないことだし、それが病気の原因になることもあります。どういう風にしたら人に喜んでもらえるかなっていうことをちょっと考える、人に合わせる、例えばトピックとかモチーフとかテーマとかですね、そういう表面上のことは多少人に合わせてもいいと思うんですが、自分の心、魂までは売る必要はないと思います。そしてこれは単なる私の個人的意見なんですが、自己主張をするっていうのは自分勝手に自分本位に振る舞うっていうこととは違うと思います。自己主張をしても人の意見も尊重する、そういうことで人間関係っていうのはうまくいくんじゃないかと思っています。まあ人間関係については私は自信がないのでちょっとわからないところなんですが、私は自分自身を表現していきたい、自由に絵を描いたり作品を作ったりしていきたいと思っています。それと同時に他人の自由も尊重したいと思っています。ただ他人の自由は尊重しますが、他人の自分勝手な振る舞いに振り回されたくないとは思っています。
もしも誰かが政治の話をしたら、なんとか政策とか、なんとか政権とか、そういうのはわからないから、それは何ですかって聞いて説明してもらって、それでも興味のない場合は、政治をネタに低レベルなくだらない冗談に変えて話し始めるんじゃないかと思います。そうすると喜ぶ人もいれば、なんだこいつはくだらないって怒り出す人もいると思います。作品もそれほど興味のないモチーフの絵を描いてくれって頼まれる場合があります。その時私はそのモチーフをいかに私らしく、いかに私が嫌じゃない楽しい表現にできないか、そういうふうに考えてそのモチーフの絵を描きます。なので注文を受ける時は描くことはできますが、私の作風で、私の表現方法で描かせていただきますがよろしいでしょうかと承認を得てから注文を受けるようにしています。こんな感じの絵が完成しました。タイトルは秋の日の異変です。ちょっと今年の初めに思ったことなんですけど、今年中に私が自分勝手に表現した作品の展示会をやりたいなぁと思ってたんですが、今年2024年の10月にその個展をやることにしました。ただ自分勝手だけの作品じゃなくて、いつもと違う自分を出す展示会って言った方がいいかな。まあすごく楽しんでいただけるような作品を展示したいと思っています。そしてこの作品のタイトルは展示会のタイトルなんですが、この展示会はサイケデリカ秋の日の異変っていうタイトルになります。何年か前に結構シリーズで私が好き勝手に描いた作品を SNS に載せてたんですが、私の大学の時の友人が陽介のサイケデリカだっていうコメントをして、そのサイケデリカっていう言葉が気に入って、そのサイケデリカの展示会がやりたいってずっと思ってたんですね。で今回ついにサイケデリカっていう名前を使って個展をやることになりました。場所は鎌倉のガッシュさん。ここで個展をやるのは3回目なんですけど、いつも8月の暑い中だったんですが、今年は10月となりました。秋の日に異変を起こせるような展示会にしたいと思っています。そしてこのロゴなんですが、実はこんな感じの手書きです。これに色を入れてこんな感じで字を入れてみました。作品はこれから制作するところです。まあ既存の作品、それから古い作品なんかもちょっと出そうと思っています。よかったらぜひ見に来てください。詳細は下の概要欄に載せておきます。それから私のホームページや SNS でも告知しておきます。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。